さてさ、シャコルでございます。本日は健康診断の結果が返ってきました。さあ、この健康診断の流れからちょっと今日お話ししたいことがあるんですけれども、まず2015年11月9日に前回受けています。で、2016年11月15日に今回のを受けてるんですけど、まずなんて言ったらいいんだろう、基本的な条件のところ、計測、眼科、聴力、尿検査、血圧とかっていう、もう一般的なすぐ分かる判定のところっていうのは、僕すべて前回2015年はオール A だったんですよ。 BMI 指数で、視力も基準は 0.7 以上必要らしいんですけど、ちょっと視力の話は後でしますね。で、聴力も大丈夫、尿検査も血圧も大丈夫だったんですけど、今回2016年はここの5項目がオール A じゃなくなりました。計測 BMI 値、身長体重からなんか計算する BMI というものはもちろん OK で、眼科に関しても OK すぎるんだよね。 1.5、 右が 1.5、 左が 1.2、まあ、これもちょっと後々話します。そして聴力ももちろん問題なしで、尿検査ももちろんバッチグー。ただ血圧の基準値っていうのが、これはみんなの基準なのかな、それとも29歳の基準なのかどうかわかんないんだけど、上が90から139、下が50から89っていうのがあくまでも基準値っていうものなんですけど、僕は上が120、下が47、これのせいでここの判定が B となってしまいました。その他血液なりなんなりっていうところはあるんですが、そこは全て OK なんで、今回変わったところは血圧がちょっと B に変わってしまったよというところですね。でね、通知表みたいなところの、何、先生のコメント欄みたいなところに、鍵括弧で低血圧って書いてあります。で、基準値範囲外ですが現在心配はありません。以上、自他ともに、そして公式に認められた低血圧の人間でございます。はい、やっと本題に入ります。今日はちょっと自分の今家にある、ちょっと会社とかに置いてるものもあるから全部じゃないんですけど、今日はメガネの話をしたいと思うんですよ。視力が上がった件についてなんですけど、2015年と2016年明らかに変わったことがあるんです。それは僕が普段もメガネ生活に慣れてしまって、ほとんどメガネで過ごしているっていうところがまず第一に変わったところなんですよ。コンタクトっていうのは眼球につけますよね。ね、だけどメガネっていうのはこの裸眼、裸の目からこのメガネの位置までの間、ここも自分の視力なんですよ。久々にコンタクトをつけても全部バーって見えた瞬間だったから、視力が上がったんじゃないかと思います。そして2017年も引き続きこのメガネ生活は続けていくんですけど、ちょっと今日はそのメガネの話をしたいんですよ。まず今もうほとんどつけてないんですけど、これがね、うわ、後ろのコナン君とかがすごいちっちゃくなってるよね。視力悪いんですよ。これがね、レイバンの RB5017 っていうモデルです。で、このレイバンをやめて金子メガネね、今と大差ない形をしてるでしょ。かけた方が分かりやすいか。これがレイバンです。後でちょっともう一回かけると思います。これがね、金子メガネです。で、一回いつものモスコットに切り替わって、さらにこれも動画にしたと思うんですけど、同じくモスコットの、なんて読むんだろう、ユケル、ちょっとテロップにしときます。これね、ちょっとインテリチックになったでしょ。とまあ、いくつもちょっと自分の服装だったりメガネを変えてきてるんですけど、一つね、こうメガネを使っていく上で僕がちょっと気にしているところがありまして、多分ね、この愛用してるモスコットだと分かりやすいんですけど、ちょっとだけ僕を見てください。この辺見てもらっていいですか。この辺ね、このメガネに映る向こうの景色、これがまあ、なんだろう、すごいちっちゃくなってればちっちゃくなってるだけ目が悪いっていう証拠になると思うんですけど、これがちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、このね、昔使ってたレイバンだと、ここに見える、何、視界の幅っていうのかな、それが広く映りませんか。言ってる意味分かりますかね。だからここの自分のこの顔の輪郭よりもレンズがはみ出てるから、
それは向こうがよく透き通って見えるよねっていう話をしたいんですよ。わかりますかね。じゃあ次にこの金子メガネ、これもこの僕がいつも使ってるこのモスコットよりもちょっとね横幅が広いんですよ。だからこっちに映るこの視界がねちょっと広いんです。わかるかなね。なの でこのメガネは確かサイズ展開が3パターンぐらいあって、44、46、48っていうこの横幅レンズの大きさを選べるんですよ。で SML みたいな。で僕はこれ一番ちっちゃい44ってやつなんですよ。そうすると比較的自分のこの輪郭に合ってるので、向こうの視界ここにあるね世界が一番ちっちゃく見えているんではないか。多分誰しもメガネをかける人はね視力が悪いとそれを気にしてしまいがちなところだと思うんですけど、なので僕はこれをいつも使っています。でこっからだ、こっからなんですけど、実はねこのモスコットのこのべっ甲柄レムトッシュだっけな、ちょっと名前どっかにまたテロップ入れておきましょうね。この形の一番ちっちゃいサイズが好きすぎて、もう一個実は予備であるんですよ。これが何かあった時すぐもうレンズを変えるだけで代替えのメガネがあるっていうことが僕にとっての、まあ、心の安定なんですけど、これとさらにもうちょっとデザインがね、ここで黒とクリアに分かれてる同じ形のモスコットが控えています。それで、レイバンから4つ紹介したやつ、レイバン、金子メガネ、モスコット、これ全部ね PC レンズなんですよ。ちょっとした茶色のグラデーションが入っているものです。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、でこの PC レンズ非常に効果があるのかどうかわからないけど、多分普通のレンズを使うよりかはブルーライトが低減してるとは思います。じゃあ2017年ね、僕は車に乗るときメガネのさクリップサングラスがあったら便利だよ、このモスコット用にもあるよみたいなことを昔動画にしたこともあるとは思うんですけど、こんだけメガネがいっぱいあるからさ、僕の財産であるこのメガネ、これをどうにか楽しくちょっと面白くできないのかっていうことで、ぜひモスコットスペースジョニーデップと調べてください。ジョニーデップもねこれを愛用してるような画像がいっぱい出てきますよ。ただそのジョニーデップのどれかの写真必ずレンズがねブルーだと思うんですよ。なんかブルーの色メガネじゃないけど、メガネとサングラスの中間みたいな、なんか吉田拓郎みたいな感じ、わかんないかね、ごめんなさい。というわけでこの2016年中にレンズ交換に出して、2017年はちょっと色付きの土入りのメガネを作ろうと思います。それでですね、これ今スペアなんですよ、本当のスペアだから、共に入ってるレンズねダミーレンズで視力入ってないんですよ。でジョニーデップのブルーのレンズが入ってるのは多分この別光の方なんですね。ただこれが本当にどうしようもなくなった時のためにこいつはスペアとして本当に残しておきたいので、これにはやっぱり PC レンズを入れたいんですよ。だからこっちに入れたいなと思います。さっきの話に戻っちゃうんですけど、これはねサイズが46ってやつなんですよ。 SML って展開されてる間の真ん中のやつなんで、多分大きさはこの金子レンズとほとんど同じぐらいになると思います。これを今スペアとして持ってますけど、 PC レンズを入れるとこいつと一緒の現象が起きるから、あんまかけたくないなって思ってしまうと思うので、これにブルーのカラーレンズを入れたいなと思います。ちょっと今かけて見ていますけど、これ今ちょっと僕見えてないんで、ダミーレンズなんで、普通のレンズを入れるよりこれにブルーのレンズを入れた方が面白いんではないか。でブルーのレンズを入れたらここの視界が少しはなんかこう自分でも気にならないのかなと思って、これにちょっとブルーのレンズを入れようと思います。似合わなかったとしても、まあ、車乗る時とかには全然使えると思うんで、車用土入りメガネを置いておこうかななんかちょっとおじさんになるんじゃないかなってワクワクドキドキしています。以上ですっていうお話でした。ショコレでございました。また明日。